それでは定例記者会見を始めさせていただきます。まずはじめ知事から説明があります。よろしくお願いします。はい、まず赤髪アリについてです。毒性を持つ外来種赤髪アリ5匹が南港に陸揚げされたコンテナから、先週の23日に環境省により捕獲をされました。コンテナが立ち寄った岸和田市や枚方市でも環境省が中心になって現場での目視調査と捕獲のトラップや薬剤の設置など防除の対策が取られております。赤髪アリや神戸港で発見されたヒアリと疑われるアリを見つけても触らずに速やかに環境省、近畿地方環境事務所や大阪府までご連絡をください。赤髪アリやヒアリについての情報連絡先などは大阪府のホームページで紹介しているのでご覧をください。なお万が一刺された場合は最寄りの医療機関を受診をお願いをいたします。次に、適法民泊の普及促進についてです。大阪府では平成28年4月から特区民泊制度を創設をし、適法な民泊の普及を促進をしております。この7月から特区民泊の事業認定の申請をしようとする事業者などを対象に案内表示の多言語化や消防設備など、環境整備に対する補助制度を創設をします。詳細についてはホームページに掲載しますのでご確認をよろしくお願いします。また大阪観光局においては特区民泊の認定を受けた施設であることが分かるマークを作成をいたしました。7月の中旬以降順次配布をしマークを PR するとともに旅行者や周辺施設の住民に周知をいたします。これらの取り組みを通じて引き続き観光客の利便性や満足度の向上を図るとともに適法民泊の普及促進をしてまいります。次に、夏の交通事故防止、運動の実施についてです。7月1日から31日まで夏の交通事故防止運動を実施をいたします。大阪府交通対策協議会では、子どもの交通事故防止、飲酒運転の根絶を運動の重点として、府や府警、市町村、学校などの関係機関が連携をして、交通事故防止に向けた取り組みを進めます。夏休み期間中はお出かけをされる方も多いと思います。お子さんを外で遊ばせる際には、道路に飛び出さないように注意をしてください。ドライバーは絶対に飲酒をしないでください。車で出かけるときはお酒を飲まずに、仲間を送り届ける人、いわゆるハンドルキーパーを決めておく、など、交通事故のない安全安心な町、大阪の実現のためのご協力をよろしくお願いします。次に夏の省エネルギーの対策のお願いについてです。関西広域連合では夏の省エネルギーを呼びかけ今年も7月1日から9月の30日までみんなでお出かけクールシェアを実施をいたします。大阪府においては市町村と民間事業者にもご協力をいただきプール入園券の割引や涼しい施設でのイベントの実施飲食店での割引などお得なサービスを実施をいたします。ご利用いただける施設や割引などサービスの内容の詳細な情報は本日から府のホームページに掲載をし新たな情報は随時更新していきます。府民の皆さんにはイベントへ参加したり施設を利用いただき家族揃って楽しみながら夏の省エネにご協力をいただきたいと思います。次に大阪産業技術研究所設立記念式典の開催についてです。大阪府と大阪市では企業の開発ステージに応じた支援を一気通貫で提供するために府市の研究所を統合し共同で大阪産業技術研究所を設立をいたしました。7月4日には新法人の設立記念式典が開催をされます。私や吉村市長も出席しますのでぜひ積極的な取材をお願いします。また7月の19日には設立記念講演会が開催をされます。どなたでも参加できますのでこの機会に研究所を知っていただきたいと思います。僕からは以上です。それではご質問を受けたいと思います。内閣府に感謝の読み切りです。感謝読売テレビの森田です。よろしくお願いします。毒性を持つ外来種の赤髪アリの件なんですけれども、
今回兵庫県で見つかったのに大阪でも見つかったということで、もうすでに水際対策という状況でもなくなってきているのかなと思うんですが、今後大阪府としてはどのような対応を検討されてますでしょうか。これはね、赤神蟻、ヒアリについては、港湾を経由して、侵入をすると。やっぱまずは国における国際港湾などでの重点的な水際対策が重要ですが、今回まあその水際対策の隙間から入ってきているというのが事実だと思います。今後まあ同種の外来種の内陸への侵入、これが確認された場合には、府としてはこの防除の対策の主体となるのが国、この国と地域へのきめ細やかな対応を行う市町村と協力をし、府民の方や医療機関に対し、注意喚起、情報提供を図ることと合わせ、国と市町村などとの、調整などの、広域自治体としての役割をこれ果たしていきたいと思っています。はい、幹事社からは以上です。ありがとうございます。それでは次のご質問をお願いいたします。よろしいですか。すみません、NHK の野川です。はい、違法民泊の普及、適法民泊の普及促進の件なんですが、この補助が40万円上限ということですけれども、うん、財源はこれ宿泊税などを充当する。そうです。宿泊税を財源として、要は今まあ大阪宿泊施設が足りないということがお客さんのからのまあこうニーズに対応できていない部分がありますので、よりこれからインバウンドのお客さんをより増やしていく、そのためにはその皆さん方に快適に過ごせる、そういう環境が必要だと、そういう宿泊施設が必要だとこう思ってますんで、その皆さん方からいただいた、税でですね、さらに大阪のおもてなしの、そういう、拡充に努めていきたいと思ってます。こういうこのマークを作る背景にはですね、まあ、いわゆる闇民泊が、まあ、数多く、まあ、それは大阪府だけじゃなくて大阪市の施設ももちろんあると思うんですけど、その、まあ、闇民泊対策というところを、まあ、重点を置かれているというふうにも思えるんですが、その辺知事としてですね。いや、だからこれがね、これは適法民泊ですよと。だからこれ以外のところはやっぱり今の脱法民泊という形になるんで、これ特区で民泊をできるようにしているわけですからね、やっぱりその差別化をしっかり図っていくと、だから闇民泊はもう補助を打てませんからね、我々そんなの。だから適法にしていただいたら、多言語化への協力とか、それから設備を、そういうこう安全になものにしていくとかね、そういう補助も打ちますんで、ぜひね、今まあ、闇民泊をされている、これ事実として今 Airbnb とかネットでこれそういう施設がこう利用されているわけですから、貸し出しされているわけなんで、そういう皆さんにね、ぜひもうこの機会に、適法民泊に切り替えていただきたいと思っています。他に、朝日新聞にあるんです。なのに関連してなんですけれども、消防施設などへの、補助、設備などへの補助も加われていると思うんですけれども、結構古いお宅であったりすると消防設備を整備するだけでかなりの金額がかかってしまって、お金に合わないという声もあるようなんですけれども、その辺というのは今後新たな補助っていうのもこれに加えてっていうお考えがありますでしょうか。どこまでを規制するかね。まあ、現実今それが闇民泊で利用されているとすると、どこまでの高いレベルの、そういう設備をこうお願いしていくかというところの議論は必要だと思います。まあ、今度は180日民泊、これ全国で、認められます。で、180日民泊の施設設備はどのレベルを求めるのかと、
いうところもね、この、この我々の特区民泊とこう整合性を合わせるためには180日民泊の設備をやっぱりこう、大阪特区民泊にも適用するということになるでしょうから、そこは、まあ、さらにね、今の施設の基準をね、こう見直すところもあるかもしれません。まだ今180日民泊のその具体的な施設をどういうふうにやるということはこれまだ決まっておりませんから、そこではその180日民泊に合わせて、さらにこの特民泊を事業されている皆さんがね、こうやりやすいように変えていきたいと思ってます。そうするとその中にはもっと規制緩和が必要な部分もあるという認識、これ住宅として利用している時と宿泊施設として利用する時でね、消防設備等でこうあまりにも大きな違いがあると。でそれはね、府民の皆さんのさまざまなそういう、こう心配されているところに対して、こう本当にそこまでのものが必要なのかどうかっていうところをね、やっぱり議論はすべきだと。だから180日民泊と同じ基準にして、まずは今の闇民泊をきちっと登録させるようにするというのが僕は一番重要なのかなとこう思ってます。まあこれヨーロッパやアメリカではもう民泊制度っていうのはごく当たり前のように利用されてるんですけど、日本の場合はやはりこれ初めてこう認めていく話なんでね、まあどのレベルで、こう旅行者の安全、周辺住民の安全を守れるのかっていうのはこれきちっと、決めていかないとダメだろうなとは思ってますけどね。次のご質問お願いします。日本経済新聞の種田です。議題で2件お尋ねします。今の特区民泊 の関連でですね、この補助制度の創設もそのこのマークの作成も特区民泊で、認められている自治体は数少ないですけど、大阪が初めてなんですか、他にも事例あるんでしょうか。大阪が初めてです。特区民泊2泊3日で、その制度をやってるのは大阪のみだと思ってます、はい、でこの、闇民泊ときちっとこの闇民泊をあぶり出すために適法民泊をきちっと表示しようというのも我々が初めてです。それから他の議題でですね、一番最後におっしゃった研究所の話なんですけれども、統合自体は4月1日だったと思います。3ヶ月遅れで今回、式典、記念式典やるんですが、何かこう3ヶ月遅れた理由があるんですか。いや、これはもう4月1日に統合してますけども、セレモニーは、その法人の方でセレモニーの日を、この3ヶ月後に設定をしたということです。特別な理由はない。特別な理由はありません。それから3ヶ月経ちましたんで、その統合後のですね、利用状況とかもし聞いていたら伺いたいですし、それから今後の期待ですね、ご意見をお尋ねしたいんですけれども、やはりね、まだ利用者の皆さんに、この、大阪のそのものづくり中小企業の皆さん方にね、統合が4月1日で統合したんだというところのね、情報がやはりちょっと伝えきれていない状況です。だから利用されている方は便利になったなというふうには感想をいただいておりますけども、ぜひですね、この統合を機にね、もっとこの、大阪産業技術研究所をね、使っていただきたいなとこう思ってます。まだそこまでの情報がいっていないというのが今の僕が、こう
受けている、そういう感想ですかね。今細かいですけども、今おっしゃったその利用した方の便利になったっていうのは具体的にどういうところが便利になったっていうところまでは聞かれてないですか。そこまでは聞いてません。またこれは研究所の方でいろいろと、そういう利用者の声というのは、まあ今4月1日出来上がったばっかりなんでね、まあ利用者の声をまとめて、ある一定、時間が経てば研究所の方から発表があると思います。議題外でもう一件あるんですけども、神戸空港の運営権売却についてですね、交渉が、進んでいます。で、その先には、関西3空港の一体運営とかですね、を目指している部分があると思うんですけども、今のその動きについて、どうご覧になっているのかということと、それから神戸側が希望しているその規制の緩和のためには関西3空港の懇談会ですか、の再開、これこう7年ぐらいやってないと思うんですけども、その再開も必要になってくると。で、今兵庫県知事選がやってますし、これから神戸市長選もあるので、その後になるとは思うんですが、その再開の見通しなどについてはどういうふうに見られてますか。これはね、まずは3空港一帯は神戸空港の運営権を取得したいと言ってるのが今オリックスさんのグループだけなんで、もう一体にはなるのは間違いないと思います。運営を一体化していくのは、神戸空港をどう利用していくかということについての、議論はこれ一体運営がなされるわけですから、関西の自治体、それから国交省とやっぱりそういうね、規制緩和も含めて、早期に議論するテーブルは作るべきだと、こういうふうには思います。それは必ずしも懇談会とは限らないということですか。それは懇談会と限らなくてもですね、要は規制をね、何の規制を撤廃したいのかというところをね、運営会社が決まれば、要はそこのニーズに合わせていくのが一番ですから。だから運営会社が決まった時点でそういう特区規制緩和については、関西の中で、広域連合でも、僕の、役割になってくると思うんで、ね、一体になった時に、今の、オリックスグループさんの、ニーズを僕はお聞きしてですね、国と調整したいとこう思ってますし。ありがとうございました。はい。TBC の藤田です。よろしくお願いします。適法民泊についてまだ戻るんですけれども、消防設備はちゃんと整備されているとかいう意味でも、適法民泊を増やしていくということ自体は大事だとは思います。ただその利用者の立場に立ったときに、こういうマークを貼ったことでですね、これが適法民泊やということは分かっても、今でも違法民泊に需要がある中で、そのどうやってこう適法民泊を選んでもらうかということを考えたときに、どういうことを訴えていきたいというふうにお考えでしょうか。いや、だからそもそもね、日本の場合は、このマークじゃないところはね、闇民泊なんですよということを、やっぱりこれで伝えていくということです。やっぱり旅行して我々も海外行った時にね、そこは、利用するそういう宿泊施設がね、闇でやってるところだということになると、やっぱりどうしても避けてくると思うんですよ。やっぱり、今まではね、利用者もそんなことわからないんです。もう海外欧米では当たり前の話なんで、もうネット見て Airbnb を見てね、これも日本はこれも要は、民泊制度が解禁されてるんだなってもうみんな思ってるわけですよ。でも本来は法律上は認められていないと。だからそれをこういう、表に出していくことで、旅行者の皆さんに適法のところが、やっぱりこれは何かあった時にも適法であればね、安心感ありますよということを伝えていって、やっぱり違法闇民泊をこちらに切り替えていくというところを、
これから、こう、実現をさせたいということですね。他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。それでは政務に関するご質問をよろしくお願いします。はい。改めまして、稲田防衛大臣、先日都議選の応援で自衛隊として応援よろしくお願いしますというふうになりましたけど、あれはどう受け止めますか。いや、もうどう受け止めるも何も、行政のトップの人が、公務員組織も、選挙に関わり、それは動いているような表現をするというのは、これはもうダメですよ、ただ、追い詰められてるんでしょうね、僕も追い詰められてるけどね、都議選は、小池台風でも自民党も維新も追い詰められてるけど、稲田さんより僕の方が追い詰められてるんでね、東京では、稲田さんももう少しこう余裕を持ってね、こう自分の発言一言一言噛みしめながら、やっぱり、その選挙運動されるべきやなとは思いますね、ただもう撤回して謝罪されてるんでしょ、もう同じ間違いを次やらないように、されればいいんじゃないかとは思いますね。結構野党の場合は、宮田さん、今まで積み重ねてこられたものなので、改めて、いや、もうその野党、僕らも野党だけどね、民進党がこれはもうね、辞任で済まない罷免だとかね、言うけど、もうこれ、何度も言ってるけど、じゃあ、自分たちの政権の時どうだったのと、間違った発言した人、みんな罷免したんですかと、全部ブーブー選んで帰ってるよ。でもこの大臣のこうその一つのね、間違った発言を捉えてね、一回一回政局にすると、これ日本のためにそれなってるのかと思いますね。だから今さまざまなこう日本は課題をまだまだ克服しなければならない課題いっぱいあるわけだから、だからもうその一個一個でね、批判するのはいいけどね、野党であれ、日本の国のためということを考えてね、やっぱり政策論争を僕はすべきだとこう思ってます。一回一回全部政局にして、結局自分のところにブーメランで帰ってくるだけですよ。防衛大臣で言ったら、民主党時代PAC-3 と P-3C の区別もつかない防衛大臣いたじゃないですか、それでも防衛大臣やってましたよ。だからもう一つ一つ のことでね、絶えず政局で選挙に利用しようというのはちょっとちゃうんじゃないのと、そう思ってます。加えた都議選のことを、今ご自身も追い詰められているというのを言いましたけれども、やはり厳しいですか。それは厳しいよ、やっぱり小池さんのところのね、やっぱり雰囲気がもう小池さんは正義の味方で、自民党はもう悪役でになって、でその対決にもう完全になってしまってるんで、それ以外の選択肢があることをなかなか
都民の皆さんもうこう分からない状況になってるんじゃないの、うん、もう一対一の対決になってしまって、まあ、公明党さんは上手にやってるけどね、だけどもう、そういう対決になってしまって、日本維新の会っていうのはもう出てんの出てないのみたいなね、そういう感覚に、雰囲気なのがもう一番答えてますね。政策論争すれば勝つ自信あるんだけどね、なかなかそうならない。これはもう、うん、我々なかなかやっぱり、その全国での、まあ、我々がや全国では我々が大阪でやってることっていうのは本当に伝わってないなということの反省をしてます。もともと小池さんは改革っていう中身が見えないとおっしゃってましたけど、改革っていうのを訴えてらっしゃって、で豊洲もああいった形で移転、まあ、築地はありますけど移転するということをやられてて、事実上こう維新と訴えてる内容っていうのは具体性の差はあるかもしれませんけれども、似ている部分もかなり多かったと思うんですけど、改めてこの今のこの対立する路線でっていうのはこう方針としてはどういう、いやだから改革はなぜ必要なのかというと、納税者の皆さんが納得できる税金の使い方に変えていこうというのが改革ですよ。でも納税者、東京都民納税者の皆さんがうまく、まあ、小池さんがここが上手なとこだったけど、今回豊洲を1年先延ばしたところで納税者、東京都民の納税者の皆さんの税金がね、これ150億ほど無駄になってしまってるんでね、でこれを改革と呼ぶのかといえば僕は違うとこう思いますね。だからそういうところが合わないということです。僕らも税金に対してはもう本当にもう1円10円からどうすれば少しでも、無駄が減るのかなというそういう、考えのもと日々行動してるんで、ね、うん、でまあ、今回築地もその役所水道で食のテーマパークっていうのも僕はちょっとストンとこないね、うん、やっぱりもう民間でできることは民間に任せるべきだとこう思ってます。税金で箱物建てれば必ず失敗します。そういうね、警察だとか病院だとか学校はこれは当たり前のことですよ。役所がやることは公共工事として、でもそのテーマパークなんていうのはこれはもう役所がやる仕事じゃないんで、もう大阪の場合は、ワインミュージアムだ、もう海の時空間だ、もういっぱい失敗しましたから、温泉施設も失敗したし、そういう箱物についてはこれは税金の無駄遣いで、無駄遣いをこれからするというようなこう方針っていうのはこれは改革では、改革とは呼べないでしょと僕はそう思うんです。改めてやはり連携という選択肢はなかったと思います。政策的に合わなかったらもう野豪談合のそしりを受けますから、これはやりません、うん、だってこれまでもう僕は野党の民協連合なんていうのはもう野豪でしかないと言い続けてるわけでね、我々がもうやっぱり、その政党というのは政策実現するために集まってるわけですから、もう政策を横に置いた、選挙互助会はこれはもう僕は絶対にやりません。他に問題ありませんでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではこれで。掲載をし、新たな情報は随時更新していきます。府民の皆さんにはイベントへ参加したり施設を利用いただき、家族揃って楽しみながら夏の省エネにご協力をいただきたいと思います。次に大阪産業技術研究所設立記念式典の開催についてです。大阪府と大阪市では企業の開発ステージに応じた支援を一気通貫で提供するために府市の研究所を統合し、共同で大阪産業技術研究所を設立をいたしました。
7月4日には新法人の設立記念式典が開催をされます。私や吉村市長も出席しますので、ぜひ積極的な取材をお願いします。また7月の19日には設立記念講演会が開催をされます。どなたでも参加できますので、この機会に研究所を知っていただきたいと思います。僕からは以上です。それではご質問を受けたいと思います。最後までに感謝の読み上げでございます。感謝読売テレビの森田です。よろしくお願いします。特性を持つ外来種の赤カミアリの件なんですけれども、今回兵庫県で見つかったのに大阪でも見つかったということで、もうすでに水際対策という状況でもなくなってきているのかなと思うんですが、今後大阪府としてはどのような対応を検討されてますでしょうか。これはね、赤カミアリ、ヒアリについては、港湾を経由して、侵入をすると。やっぱまずは国における国際港湾などでの重点的な水際対策が重要ですが、今回まあその水際対策の隙間から入ってきているというのが事実だと思います。今後まあ同種の外来種の内陸への侵入、これが確認された場合には、府としてはこの防除の対策の主体となるのが国、この国と地域へのきめ細やかな対応を行う市町村と協力をし、府民の方や医療機関に対し、注意喚起、情報提供を図ることと合わせ、国と市町村などとの、調整などの、広域自治体としての役割をこれ果たしていきたいと思っています、はい、管理者からは以上です。ありがとうございます。それでは次のご質問をお願いいたします。よろしいですか。すみません、NHK の野川です、はい。違法民泊の普及、適法民泊の普及促進の件なんですが、この補助が40万円上限ということですけれども、財源はこれ、宿泊税などを充当する。そうです。宿泊税を財源として、要は議題で2件お尋ねします。今の特民泊 の関連でですね、この補助制度の創設もそのこのマークの作成も特民泊で、認められている自治体は数少ないですけど、大阪が初めてなんですか。他にも事例あるんでしょうか。大阪が初めてです。特民泊2泊3日でその制度をやってるのは大阪のみだと思ってます、はい。でこの闇民泊ときちっとこの闇民泊をあぶり出すためにと、適法民泊をきちっと表示しようというのも我々が初めてです。それから他の議題でですね、一番最後におっしゃった研究所の話なんですけれども、統合自体は4月1日だったと思います。3ヶ月遅れで今回、式典、記念式典やるんですが、何かこう3ヶ月遅れた理由があるんですか。いや、これはもう4月1日に統合してますけども、セレモニーは、その法人の方でセレモニーの日を、この3ヶ月後に設定をしたということです。特別な理由はない。特別な理由はありません。それから3ヶ月経ちましたんで、その統合後のですね、利用状況とかもし聞いていたら伺いたいですし、それから今後の期待ですね、ご意見をお尋ねしたいんですけれども。やはりね、まだ利用者の皆さんに、この、大阪のそのものづくり中小企業の皆さん方にね、統合が4月1日で統合したんだというところのね、情報がやはりちょっと伝えきれていない状況です。だから利用されている方は便利になったなというふうには感想をいただいておりますけども、ぜひですね、この統合を機にね、もっとこの、大阪産業技術研究所をね、使っていただきたいなとこう思ってます。まだそこまでの情報がいっていないというのが今の僕が受けているそういう感想ですかね。
今細かいですけども、今おっしゃったその利用した方の便利になったっていうのは、具体的にどういうところが便利になったっていうところまでは聞かれてないですか？そこまでは聞いてません。またこれは研究所の方でいろいろと、そういう利用者の声というのは、まあ、今4月1日出来上がったばっかりなんでね、まあ、利用者の声をまとめて、まあ、ある一定、時間が経てば研究所の方から、発表があると思います。議題外でもう一件あるんですけども、次に、適法民泊の普及促進についてです。大阪府では平成28年4月から特区民泊制度を創設をし、適法な民泊の普及を促進をしております。この7月から特区民泊の事業認定の申請をしようとする事業者などを対象に、案内表示の多言語化や消防設備など、環境整備に対する補助制度を創設をします。詳細についてはホームページに掲載しますので、ご確認をよろしくお願いします。また大阪観光局においては、特区民泊の認定を受けた施設であることが分かるマークを作成をいたしました。7月の中旬以降順次配布をし、マークを PR するとともに旅行者や周辺施設の住民に周知をいたします。これらの取り組みを通じて、引き続き観光客の利便性や満足度の向上を図るとともに、適法民泊の普及促進をしてまいります。次に、夏の交通事故防止、運動の実施についてです。7月1日から31日まで夏の交通事故防止運動を実施をいたします。大阪府交通対策協議会では、子どもの交通事故防止、飲酒運転の根絶を運動の重点として、府や府警、市町村、学校などの関係機関が連携をして、交通事故防止に向けた取り組みを進めます。夏休み期間中はお出かけをされる方も多いと思います。お子さんを外で遊ばせる際には、道路に飛び出さないように注意をしてください。ドライバーは絶対に飲酒をしないでください。車で出かけるときはお酒を飲まずに、仲間を送り届ける人、いわゆるハンドルキーパーを決めておく、など、交通事故のない安全安心な街、大阪の実現のためのご協力をよろしくお願いします。次に、夏の省エネルギーの対策のお願いについてです。関西広域連合では夏の省エネルギーを呼びかけ、今年も7月1日から9月の30日までみんなでお出かけクールシェアを実施をいたします。大阪府においては、市町村と民間事業者にもご協力をいただき、プール入園券の割引や涼しい施設でのイベントの実施、飲食店での割引などお得なサービスを実施をいたします。ご利用いただける施設や割引などサービスの内容の詳細な情報は本日から府のホームページに掲載をし、新たな情報は随時更新していきます。府民の皆さんにはイベントへ参加したり、施設を利用いただき、家族揃って楽しみながら夏の省エネにご協力をいただきたいと思います。次に、大阪産業技術研究所設立記念式典の開催についてです。大阪府と大阪市では企業の開発ステージ、この、まあ、大阪のそのものづくり中小企業の皆さん方にね、統合が4月1日で統合したんだというところのね、情報がやはりちょっと伝えきれていない状況です。だからまあ利用されている方は便利になったなというふうには感想をいただいておりますけども、ぜひですね、この統合を機にね、もっとこの、大阪産業技術研究所をね、使っていただきたいなとこう思ってます。まだそこまでの情報が行っていないというのが今の僕が、受けている、そういう感想ですかね。今細かいですけども、今おっしゃったその利用した方の便利になったっていうのは、具体的にどういうところが便利になったっていうところまでは聞かれてないですか？そこまでは聞いてません。またこれは研究所の方でいろいろと、そういう利用者の声というのは、まあ、今4月1日出来上がったばっかりなんでね、まあ、利用者の声をまとめて、まあ、ある一定、時間が経てば研究所の方から発表があると思います。議題外でもう一件あるんですけども、
神戸空港の運営権売却についてですね、交渉が、進んでいます。で、その先には、関西3空港の一体運営とかですね、を目指している部分があると思うんですけども、今のその動きについて、どうご覧になっているのかということと、それから神戸側が希望しているその規制の緩和のためには関西3空港の懇談会ですか、の再開、これこう7年ぐらいやってないと思うんですけども、その再開も必要になってくると。で、今兵庫県知事選がやってますし、これから神戸市長選もあるので、その後になるとは思うんですが、その再開の見通しなどについてはどういうふうに見られてますか。これはね、まずは3空港一帯は神戸空港の運営権を取得したいと言ってるのが今オリックスさんのグループだけなんで、もう一体にはなるのは間違いないと思います。運営を一体化していくのは、神戸空港をどう利用していくかということについての、議論はこれ一体運営がなされるわけですから、関西の自治体、それから国交省とやっぱりそういうね、規制緩和も含めて、早期に議論するテーブルは作るべきだと、こういうふうには思います。それは必ずしも懇談会とは限らないということですか。それは懇談会と限らなくてもですね、要はこれ何度も言ってるけど、じゃあ自分たちの政権の時どうだったのと、間違った発言した人みんな罷免したんですかと、全部ブーブー選んで帰ってるよ。でもこの大臣のこうその一つのね、間違った発言を捉えてね、一回一回政局にすると、これ日本のためにそれなってんのかと思いますね。だから今さまざまな日本は課題をまだまだ克服しなければならない課題いっぱいあるわけだから、だからもうその一個一個でね批判するのはいいけどね、野党であれ、日本の国のためということを考えてね、やっぱり政策論争を僕はすべきだとこう思ってます。一回一回全部政局にして、結局自分のところにブーメランで帰ってくるだけですよ。防衛大臣で言ったら民主党時代、PAC-3 と P-3C の区別もつかない防衛大臣いたじゃないですか、それでも防衛大臣やってましたよ。だからもう一つ一つ のことでね、絶えず政局で選挙に利用しようというのはちょっとちゃうんじゃないのと、そう思ってます。加えた都議選のことを、今ご自身も追い詰められているというのを言ってましたけれども、やはり厳しいですね。それは厳しいよ、やっぱり小池さんのところのね、やっぱ雰囲気がもう小池さんは正義の味方で、自民党はもう悪役でになって、それでその対決にもう完全になってしまってるんで、それ以外の選択肢があることをなかなか都民の皆さんもう分からない状況になってるんじゃないの、もう一対一の対決になってしまって、公明党さんは上手にやってるけどね、だけどもうそういう対決になってしまって、日本維新の会っていうのはもう出てんの出てないのみたいなね、そういう感覚に、雰囲気なのがもう一番答えてますね。政策論争すれば勝つ自信あるんだけどね、なかなかそうならない。これはもう、我々なかなかやっぱり、その全国での重要なのかなとこう思ってます。これヨーロッパやアメリカではもう民泊制度っていうのはごく当たり前のように利用されてるんですけど、日本の場合はやはりこれ初めて認めていく話なんでね、
まあ、どこのどのレベルで、こう旅行者の安全、周辺住民の安全を守れるのかっていうのは、これきちっと、決めていかないとダメだろうなとは思ってますけどね。次のご質問お願いします。日本経済新聞の種田です。議題で2件お尋ねします。今の特民泊 の関連でですね、この補助制度の創設もそのこのマークの作成も特区民泊で、認められている自治体は数少ないですけど、大阪が初めてなんですか？他にも事例あるんでしょうか？大阪が初めてです。特区民泊2泊3日で、その制度をやってるのは大阪のみだと思ってます。でこの、闇民泊ときちっとこの闇民泊をあぶり出すために、適法民泊をきちっと表示しようというのも我々が初めてです。それから他の議題でですね、一番最後におっしゃった研究所の話なんですけれども、統合自体は4月1日だったと思います。3ヶ月遅れで今回、式典、記念式典やるんですが、何かこう3ヶ月遅れた理由があるんですか？いや、これはもう4月1日に統合してますけども、セレモニーは、その法人の方でセレモニーの日を、この3ヶ月後に設定をしたということです。特別な理由はない？特別な理由はありません。それから3ヶ月経ちましたんで、その統合後のですね、利用状況とかもし聞いていたら伺いたいですし、それから今後の期待ですね、ご意見をお尋ねしたいんですけれども。やはりね、まだ利用者の皆さんに、この、大阪のそのものづくり中小企業の皆さん方にね、統合が4月1日で統合したんだというところのね、情報がやはりちょっと伝えきれていない状況です。だから利用されている方は便利になったなというふうには感想をいただいておりますけども、ぜひですね、この統合を機にね、もっとこの、大阪産業技術研究所をね、使っていただきたいな。それでは政務に関するご質問よろしくお願いします。はい、改めまして、稲田防衛大臣なんですけど、先日都議選の応援で自衛隊として応援よろしくお願いしますというふうになりましたけど、あれはどう受け止めますか？いや、もうどう受け止めるも何も、行政のトップの人が、公務員組織も、選挙に関わり、それは動いているような表現をするというのは、これはもうダメですよ。ただ追い詰められてるんでしょうね。僕も追い詰められてるけどね、都議選は。小池台風でも自民党も維新ももう追い詰められてるけど、稲田さんより僕の方が追い詰められてるんでね、東京では。稲田さんももう少しこう余裕を持ってね、自分の発言一言一言噛みしめながら、やっぱり、その選挙運動されるべきやなとは思いますね。ただもう撤回して謝罪されてるんでしょ。もう同じ間違いを次やらないように、されればいいんじゃないかとは思いますね。結構野党の場合は、稲田さん今まで積み重ねてこられたものなので、改めて自分のことを言って。もうその野党、僕らも野党だけどね、民進党がこれはもうね、辞任で済まない罷免だとかね、言うけど、もうこれ何度も言ってるけど、じゃあ自分たちの政権の時どうだったのと、間違った発言した人をみんな罷免したんですかと、全部ブーブー選んで帰ってるよ。でもこの大臣のこうその一つのね、間違った発言を捉えてね、一回一回政局にすると、これ日本のためにそれなってるのかと思いますね。
うん、だから、まあ今、まあ、さまざまな、こう日本は課題をまだまだ克服しなければならない課題いっぱいあるわけだから、だからもうその一個一個でね批判するのはいいけどね、野党であれ、日本の国のためということを考えてね、やっぱり政策論争を僕はすべきだとこう思ってます。一回一回全部政局にして結局自分のところにブーメランで帰ってくるだけですよ。防衛大臣で言ったら民主党時代